クモマベニヒカゲは、縦ョウかベニヒカゲ属に分類される小型の蝶の一種。ユーラシア大陸北部に分布する。日本では、北海道と本州に分布する。北海道のものは、アシュ、本州のものはアシュ。北海道では主に標高800メートル以上の高地帯、本州では主に標高1800メートル以上のアコウ帯からコウ帯にかけて分布する、高山町。 分布は局所的な傾向が強い。草地に生息する。高山大下部の森林限界付近に多く、岳看馬や三山半の木などのソリンに囲まれた草地を好む。紅日陰よりも高標高地に生息し、混成することも多い。全市町が22から28ミリメートルの小型の町。羽の表は濃茶褐色で、外中央に大色帯があり、その内部には、 目上門、または黒縁が並ぶ。羽の裏は表とほぼ同様だが、甲子は表とほぼ同様、または帯が走る。前肢の表の大々色体内の目上門は通常4から5個。表裏の縁毛は純白色で目立つ。甲子の裏面の外中央部の大々色帯及び内部の目上門は明瞭で、大々色帯の内側に白帯がある。一般に、 表の大々色帯に連なる、メジョモンの小白点は、メスがオスよりも、より明瞭。羽形は、メスは、オスよりも丸みを帯びる。腹部は、メスは太く、オスは細長い。甲子裏の大々色や白帯は、メスがオスよりもやや発達しやすい。交尾中の雲ベに日陰、7月末足掛け3年に1回、発生する。産卵した年に、乱内幼虫。 二年目に四霊洋虫で越冬する。三年目に五霊洋虫から、六月に8日、七月に羽化。成虫は七から八月に見られ、九月にも見られる。長野県では、六月後半から七月中旬頃まで、サナギで七月中旬頃から八月後半頃まで、成虫。ベニヒカゲよりも出現時期が早い。宮間秋のキリン層を、 休密中のクモマベニヒカゲ幼虫は主にカヤツリグサ、カノカワラスゲ、ミヤマクロスゲ、タニスゲなどを食草とする。イヌカの岩のガリアス、ヒメのガリアス、オニノガリアスなども食草とする日中に草原上をベニヒカゲよりもやや緩やかに飛翔し、クガイソウ、マルバダケブキなどの各種の花を訪問し休密する。好天時でないと見られない。群れるようには集まらない。 交尾飛翔形態は、メスがオスをぶら下げて飛ぶ。サハリを含む日本の本州の DNA 解析の研究では17のハプロタイプが検出されている。これらの分析から、北海道では、大雪山の高標高部と低標高部の2系統に分かれている。本州では、日田山脈北部、白山、日田山脈南部、八ヶ岳、木曽山脈、 赤石山脈の5系統の分かれている。飛田山脈では、鹿島槍ヶ岳から江ボシ岳までのエリアで2系統の混在地帯が見られている。白山山系では、飛田山脈北部と同じハップロタイプが分布している。八ヶ岳の系統は、飛田山脈南部の系統と一円喫茶の近縁性が見られる。木曽山脈の系統は、赤石山脈の系統と近縁である。 日本での分布の変遷は以下のように推定されている。古い時代の表記に日本列島に進出した本州の個体群は、その後温暖期にサハリン、北海道、本州のレフュージアに分断され、それぞれの系統に分化した。後の温暖期に本州では日田山脈北部、日田山脈南部、赤石山脈、木曽山脈の3系統に分断された。 後の氷河期に分布を拡大し、日田山脈北部、日田山脈南部とその中間の根性地帯を形成した。さらにその後の温暖期に現在の離散分布が形成された。クモマベニヒカゲとベニヒカゲとの識別ポイントを下表に示す。日本では各地で個体数の減少傾向が見られる。環境の変化が少ない場所でも減少してきているが、その理由は明らかではない。 雲鍋に日陰北海道阿蘇と雲鍋に日陰本州足が環境省によるレッドリストで純絶滅危惧の指定を受けている。また以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。長野県では本州が1975年2月24日に県の天然記念物の指定を受けている。ありがとうございます。